古民家ナビへようこそ。ナビゲーターの前澤です。今回は長野県佐久市田口の広川集落に来ています。この広川集落は佐久市民でもその存在を知らないという摩訶不思議な集落です。市民が市内の集落の存在を知らないというのはちょっと変わってますよね。よくある飛び地でもないんです。ということで、なぜこの広川集落が市民に周知されてないのか、その原因を調べることを今回の目的とします。そしてこの広川原から佐久市内に行くには県道93号線を使うのですが、ここは悪路で有名な県道と揶揄されています。ここを通って佐久に向かいます。果たして無事にたどり着けますでしょうか。この動画を見ることで、市民がこの集落をなぜ知らないのかが分かり、また佐久市内からここまでの道路状況も分かります。前置きが長くてすみません。集落を歩いています。限界集落というよりは廃村に近い状態です。この広川集落にはよそではちょっとお目にかかれない広川の洞穴群というのがあり、地底湖が広がっているらしいのですが、来てみると立ち入り禁止になっていました。実のところ立ち入り禁止でほっとしてます。それよりもこの廃墟化した民家を見ようと近づいたところ、住民の方に何をしていると推挙されてしまいました。嫌な展開です。火はこちらにあります。勝手に写真を撮るなということだろうと思いましたが、全国の古民家の写真を撮って配信していると丁寧に説明したところ分かってくれました。話をしてみると自分と同じ故郷にいたそうで、より打ち解けることができました。でもちょっと怖かったです。この住民の方はこの廃墟の中の中ほどに住まわれているようでした。ここで30分ほど長話をしましたが、どんな内容だったか覚えていません。
それでは集落の探索は終わりましたので、県道93号線を通って佐久市へ向かいたいと思います。広川原集落はいかがだったでしょうか。佐久市民がこの集落の存在を知らないのは、県道近くの田口峠を下った先のほぼ群馬県側にあり、しかもこの県道は冬季をはじめ災害などで通行できることが少ないことも一因でしょう。それゆえ県道などと陰口を叩かれているのでしょうが、実際通ってみてこの程度は県道ではないですね。しかし対向車はゼロで、敬遠されている道に間違いはなさそうです。